はい、昼ルビル放送局、MCAST のまこねーです。今日も、えっ、ー、と、昼下がりの30分ぐらい私のお話にお付き合いください。<laughs> あの、え、どこで喋ったのかなちょっと忘れちゃったんだけど、今日から、今日からじゃなくて明日から、えっと、今日のアウトプット、シーズン2、あのー、後半のやつを再開すると言ってたんですが、 ちょっと間に合いそうもない。うん、ちょっと間に合いそうもない。も、もう、もう2日3日、えっと、準備に時間かかりそうなので、ん <laughs> どうしよう。<laughs> そもそも試験に間に合うのかっていう感じの問題になってきたんですけども、まあ、試験にはまあ間に合うだろう。5、5月、6月、5月、6月、7月だからね。うんと、60日。んまあ、ギリギリかな。 と、ギリギリ言い間に合うかなっていうところだと思うんですが、えっとね、えっと <laughs>、ま、なんでそんな時間かかってるかっていうのは、まあ、今日朝お話ししてたあの、うんと、えー、っと、ワありダイエットウォークの中でちょっと触れたんですけども、 まあね、あの、プレゼン資料っていうか、プレゼンのテンプレートをどうしようかって悩んでて、まあ結局、あの、自分のオリジナルのやつにしようっていうことを、まあ今日の朝方決めたんですが、まああの、もう二度と私がもう一回太るってことがないように、ないように、私のね、ほんと太ってた時代の黒歴史的な写真をふんだんに使って、自分のための今しめとして、えー、っと、ちょっとね、 テンプレートを作りながら楽しみで作っていこうと思ってます。まあそこのね、準備がちょっと時間かかってるっていうことで、まあ明日、明後日、うーん。まあ、明日5月1日ですかね。できれば明日から再開したいと思ってるんですけども、ちょっと今日の、今日の、えっ、ー、と、作業量的に間に合いそうもないっていうのが正直なところです。<laughs> 大丈夫なんとかなる <laughs>、まあ、そんなわけで、えっ、ー、と、今日のテーマはというのは、まあ、実は明日、あの、久しぶりに、うんと、私より、え、10歳ぐらい年下かなちょっといくつかわかんないけども、友達に会います。はい。えっ、ー、と、長岡市にある、あの、青れ長岡っていう、まあ、市役所と、三目的な、あの、体育館とか、 いろんなものがくっついてる、まあ、複合施設なんですけども、あれ、あのね、えっと、バスケットチームの、プロバスケットチームのアルベレックス BC の、えっと、ホーム、ホームスタジアムがある、ホーム体感があるね、えっと、ところなんですが、まあそこでね、ちょっと昼、朝からちょっとお話しましょうって感じで、えっと、出かけます。で、彼女は、あダンススクールの先生。 うん。あの、長岡では、あの、有名な方。<laughs> まあ、ちねその道はね、そんなにあの、詳しくないので、そう、あの、彼女がどういう世の中とどういうつながりを持っているかいは、実はよくわからないんですが、えっとね、えっと、彼女とは、えっと、かなり付き合いが長くなってきたかな。10年は経たない。12年ぐらい経つのかな。 そう、えっとまあなかなかねなかなかねあのー、あの振り回人を振り回すのがお得意な方で私は振り回されっぱなしで、まあ、苦手といえば苦手な子なんですけどもまあねあの私が、えっと、SNS 立ちしてあの世の中からあの完全に世の中の情報をシャットアウトしてあの ほぼ引っこもり生活をしてた頃でも、たまに会うと、たまに会って話すると、またなんか面白いことやりましょうよみたいな感じで声かけてくれる子で、まあ、あの、それはね、本当、その時はね、いやー、いやーとか言って、まあ、さらっと流したんだけど、まあ、昨日、おととい、昨日だったかな、おとといだったかな、に、ちょっとね、あの、ふらふら街を歩いてる時に、わったり会って、 ま <laughs> ったりあったっていうか、あの、まあ、あって、あの、あーまことさー、みたいな <laughs> 感じで、あ、久しぶりー、みたいな感じだったんだけど、まあ、あの、ちょっと立ち話、立ち話っていうか、1、2分、そう、で、また何かやりたいですねー、なんて話だったけど、前だったらね、もうちょっと、うん、そうねなんか言いながら、またねー、みたいな感じで、もうさっと、あの、えっと、かわして、逃げちゃう。 っていうののは私のねいつもの彼女に対するパターンだったんだけど今回は「そうね」なんて話をしながら「あのー、誠さんに連絡するにはどうしたらいいですか?」って言ってくるから。うん えっと、まあ、私ね、あの、Facebook もさ、Instagram も、まあ、アカウントあって、別にそこに連絡くれれば、まあ、連絡取れないことはないんだけど、Facebook の場合は、Facebook ページしか運用してないし、まあ、プロフィールページは、あることはあるんだけど、まあ、あ見てない。<laughs> 触ってない。そう。 で、Facebook ページに関しても、あの、YouTube とか Instagram のを自動投稿させてるだけで、まあ、あの、ぶっちゃけ、あんまり積極的に触ってない。そう。抵抗とは、抵抗とはね <laughs>、まあ、あの、そんなに、ね、あの、彼女、あの、IT オンチオンチオンチってわけじゃないんだけど、まあ、IT ってか、まあ、Web とか SNS よりは、あの、もう、 突撃、諸突猛進と、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 とつ猛進諸突猛進んうーん、イノシシちゃんなのよ。<laughs> イノシシ女子なのよ。だからもうね、ほんとね、あの、ぐいぐいぐいって押していって、なんだろう、私にはさ、私にはあの、あのイノシシっぷりは私にはないんだよね。あったらすごいだろうなと思うんだけど、ほんとね、あの、相手の迷惑帰り見ず、あの、思い込んだらそのまま直進みたいな。 <laughs> 彼女の前,前には、あの、うんと、彼女がなんかやろうと思った時は、彼女の前には多分、あれだよ、えっと、道は一直線なんだよ <laughs>。まあ、そんな感じの子なのよ。うん。だから、まあ、あの、うんと、あの、苦手っていつも多分いっぱいいると思うな。まあ、私もさ、あの、苦手っちゃ苦手なんだけど。 まあその彼女と、明日、ちょっと、お仕事終わるのが、私は9時に、起きる前の9時に終わるから、まあ、10時にアオーレで。まあ、私の職場から、あの、アオーレまで歩いていっても、まあ、3、40分ってところだから、まあ、40分、40分、50分ぐらいだから、まあ、えっと、仕事終わってから会おうかなと。そう。まあ、その彼女がね、会った時に、 あのもう頭の先からさ、足の先まで、もうほんとさ、なんだろう、なんだろう、うあの、ん、えっと、わかる、わかるよね、みんな。あの、男性の視線とかをさ、感じるときってあるでしょで、まあ、男性はさ、まあ、あの、女性を見るとき、見るところってさ、あんまり、あっちこっち見るというか、あの、ほんと、あの、顔の表情を動かさないで目だけキョロキョロって動かすじゃない。そう。 彼女の前はね、もう、あの、顔全体動かしたんはぁ、みたいな感じでさ、まことさん痩せましたね。いや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 、16時間断食、今ものすごく今辛くて、全然、全然うまくいってないんですけど、そんな時に痩せましたねって言われても、うんー、うん、まあ、そうかな、みたいな感じの話をしながら、うんと、まあ、どうやって連絡つければいいですかって言われたんですよ。 まあ最近ね、私は、私に連絡する方法はただ一つ。そう。まあ、もちろんね、SNS、Facebook っていうよりも、インスタ、インスタでね、インスタから声かけてくれた方が、まあ私は、まあもしかしたら一番見てるかもしれないな、と思うんだけど、まあ電話はね、使ってないし、LINE も使ってないし、あの、みんなが知らないようなマイナーツールは使っているんだけども、そう。そのためにみんなにそれを教えてあげるのはめんどくさいから、 まああの、うんと、私に連絡する方法は唯一テレパシーだよって言ったの。そう、最近私ね、みんなにね、えっと、私に連絡する方法はテレパシーしかないよ。だから会いたいと思ってれば必ず会えるからな,なんて話をよくしてる。そう。まあ実際にね、まあ、テレパシーっていうかまあ潜在意識の力だよね。まあ、潜在意識の力でさ、引き寄せて、私を引き寄せる人って結構いて、ああ、なんかあの、うんと、今言ってる彼女じゃないんだけど、別の、 彼女、別の女の子なんだけど、まあ、私がね、えっと、こ知り合いなんだけど、まあできれば避けて通りたいんだけど、その子もなんか、あの、二日連ンでばったりってあったって感じで、まあ私は自分で避けてるはずなん、はもう私の潜在意識はもう完全に彼女を避けてるんだけども、それでも会うってことは、まあ、 あの子の潜在意識のパワーが強すぎるんだなーって思うぐらい、はーって、あの、お前ち、<laughs> もうほんと、顔見た瞬間ため息ついたような、あの子がいるんだけど、そう、いるんだけど、まあね、まあ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 、その子もね、なんか、あの、うーんと、長らく、あの、病気がちで伏せてたんだけども、 まあ最近お仕事が決まったんだなんて話をしてあおめでとう頑張ってねみたいな感じでまあ久しぶりに肩をたたいたというかまあ頑張ってねって感じでそうまあ彼女に触れたのも久しぶりだね <laughs> 前晩一緒に寝てたのに <laughs> そうそう、うん、まあそういう関係よそう <laughs> できれば会いたくない。 <laughs> いろんなことを思い出してしまって。まあ、そうなんだけど、うん、とまあ、そうやって、あの、なんだろう、私を見つける人は最近、みんな、あの、潜在意識の力を使って、まあ、テレパシーで、まあ、見つけるみたいな感じのが。が まあ私が言い張ってるせいか、なんか一般的で、そう、ああ、いました、いました、ここにお前まこと発見しました、とか言って、なんかテーマで、そうなんか人と話しながら、あと、私をあの探してる人もいるみたい。うん。まあ私の行動範囲がね、あの、あと車使ってな、ね、い、車乗ってないから、 まあ、そんなにね、あの、大きいこと範囲じゃないし、まあ、パターンがわかりやすいらしくて、まあ、あの、あとそこら辺にうろうろしてるだろうみたいな感じで、すぐ発見されるっていうのは、まあ、テレパシー以上に本当のところはしんだけどね。まあ、それで、あ明日会うダンスのね、先生の彼女は、彼女とはね、私何年前だったかな、もう10年経たないと思うけど、えっと、恋するフォーチュンクッキーが AKB48 のね、えっと、 こごいする、フォーチュンクッキーがすっごい流行ってた頃に、あの、流行り始めた頃に私は、あの、火曜日だけやる、火曜日だけ仮店舗で営業するスタイルの、えっと、スナックっていうかパブをやってたの。うん、そう。えその頃は、その頃を、お客さん同士で AKB48 の、えっと、こいんを、お店の終わりにみんなで、えっと、踊るっていうのが流行ってたのよ。まあ、その勢いで、えっと、 長岡の長尾礼長岡を借りて、結構題材的な、えっと、なんだっけ、あの、ムービーを撮ったの。そう、このアカウントじゃないところに載ってるんだよなどこだったかちょっと忘れちゃったけど。<laughs> まあ探そうと思えば探せるけど。まあそれで AKB48 の恋ちゅんを踊るってことで、まああの、そのためだけの長岡恋ちゅダンサーズっていうダンサーズを作ったの。うん、その時に、まあ指導、 を手伝ってくれたのが、まあ、あの、彼女で。そう、その、そのつながりで、えっと、まあ、いろんなところにね、こいちゅダンサーズなおか、こいちゅちんダンサーズって感じで、まあ、いろんなところに移に行ったね。まあ、老人ホームから始まり、えっと、市内の、まあ、中規模のお祭りは、まあ、全部回った。<laughs> そう、まあ、回った、回った。うん。で、長岡市の一番でっかい長岡祭りというイベントでも、 踊ったんだけど、その時は、もうほんと大罪的に人を集めて、えっとね、えっと、主催者側のね、商工会議所が、まあ、当初ね、メンバーだけの30人ぐらいを想定してたらしいんだけど、えっと、まあ、30人で踊ってもしょうがないってことで、まあ、声かけて150人ぐらいで踊,り踊るっていうことを言い張ったの、私たちは。うん、で、まあ、結果的に、あの、人数がね、500人超えて、もう、あの、会長大パニックみたいな感じで、まあ、大成功に終わったっていうのが、まあ、 えっと、彼女と、彼女が声をかけて一緒に始めた、コイチュンダンサーズの、その、長岡のお祭りのイベントだったの。まあ、彼女はね、あれをイメージして、ああやいうことをやりたいんだよね、みたいな、またやりたいよね、って言ってきたと思うの。そう。私はね、でもね、ぶっちゃけ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 。まあ、コイチュンダンサーズは、ま、ちょっとね、あの、いろいろ事情があって解散したんだけど、まあ、そんなの、 大規模なものに、私が先頭立ってやるぞーみたいな感じのものは、ちょっとね、うん、と今は <laughs>、やりたくないわけよ。そう。まあ、ただね、彼女は私とさ、あの、よいしょ、よいしょして、あの、乗せて、あの、利用して動かすの上手だから、まあ、ね、もしかしたら明日の中で適当なことを、口ばしちゃってやるはめになっちゃうかもしれないけど、まあ、正直ね、まあ、その、うんと、 何百人単位で人を集めるような、まあ、大きいことをやりたくなくて。というのは、あのー、なんだろうね。私ね、うんと、一人でやっちゃうのよ。そう、まあ、ウェブ作りから、えっと、広報から集客まで。うん。ありとはやるあらゆることを使って。まあ、できちゃうのよ。そう、やってないだけで。そう。まあ、 あれからさ、何年か経って、まあ、SNS の環境もさ、あの、世の中の環境も変わってきて、まあ、あの、同じやり方でうまくいくとは言えないけども、まあ、あの、今の風のやり方に切り替えながらやろうとめばやれると思うんだ。そう。でもね、一人でやるって、まあ、大変すぎて。大変すぎてというか、なんかあの、うんと、 なんか、後味が良くないのよ。あの、周りはわからんけど、私は後味が良くなくて、まあ、そういう後味が悪い思いをしてまで、まあ、そんなことはやりたくないなと思ってはいるの。うん。そう。まあね、あの、うんと、本当にさ、あの、まあ、ウェブだったらウェブのスキルがある人にお任せ。集客だったら集客のスキルがある人にお任せってやりたいんだけど、まあ、いいも悪いもさ、あの、 長岡田舎なんで、まあ、当時ね、当時ね、当時は、あの、うんと、フェイスブックページを立ち上げる、まあ、当時フェイスブック全前世紀の子だったから、ま、あフェイスブックページを立ち上げようったっても、えー、やり方わかりませんみたいな人、やり方わかる人がいなくてまあしょうがなく自分で作り、ホームページ立ち上げる、集客用のホームページ立ち上げるのも、ま、全部自分でやって、 もうチラシ作りから、そういうの分業できないのは本当に苦しくてまあうんと自分でセルフプロデュースじゃゃプロデュースなんだけどまあ自分でや,れやら,やら全部やらなきゃやらない,いけないプロデュースは本当に苦しいだからまあちょっとそういうのはやりたくないなと思ってて彼女の話もうんとまあまああの明日話聞くだけ聞いて。 <laughs> まあ、どんな展開になるか分からんけど、まあ、それでも声かけてもらったのは嬉しかったんだよ。だから、まあ、明日は楽しんでいろんなお話ししていきたいなと思ってるの。まあ、それで、まあ、いびきちゃん、やばい、名前言っちゃった。<laughs> 忘れて。そう。<laughs> 忘れて。と彼女とまあ何かコラボするんだったら、まあ、彼女は、まあ、あの、うんと、最初言った通りに、本当あの、 決めたら一直線タイプで、多分ね、あの、プロデュースとかもできるのよ。うん。そう。プロデュースとかもできて、まあ、あの、あっちこっちのイベントとか主催者とかにも、えっと、プロデュースっていうか、えっと、プロダクションだよね。芸能プロダクションみたいに、あの、自分のコマになるさ、 あの人たちがいればそこにどん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 キャストがいればねどん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 突っ込んでいってまあ自分のポジションもそのキャストのポジションもぐっとあのあのよいしょできるようなまあ能力があると思うのよねそうだからさまあ私が全面出て動く 動かしたい、動かしてほしいっていうような趣旨で、まあ、明日何にするしても言ってくると思うんだけど、そうじゃなくて、まあ、彼女が、まあ、あの、裏方で全面的に、えっと、動いてくれるのならば、まあ、やってみたいことはあるよね。うん。 まあ、私、コイチュンダンサーズを踊ってた頃は、やっぱり、太ってた。うん。あの、うんと、コイチュンダンサーズやってた頃の写真をさっきね、あの、たまたま、えっと、今日のアウトプットの使う写真用に探した時に見つけたんだけど、まあ、太ったですね。<laughs> 今より確実に、二回りぐらいでかかったね。そう、まあ、もう見てて気持ち悪い、こいつとか思ったもん。 そう、本当に醜いアフルの子みたいな。<laughs> そう。あんなに太ってて自信満々でやってた自分が今見ると恥ずかしい。そう。だからもう私はさ、もう本当、自分の写真を見るたびに、太ってる自分の写真を見るたびに、どん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 自信がなくなってがっかりしていって、まあ現状があるわけよ。だからもう本当にあの、ほんと、 あの頃には戻りたくないし、がっかりがっかり今子には戻りたくないから、まあ16時間断食、今本当に辛いタイミングなんだけど、まあ石にかじりついてでも頑張ろうって思ってるんだわ。<laughs> まあそこら辺はね、昨日の反省会ののを見て聞いてもらえばいいと思うんだけど、あと、まあ私が彼女に、まあなんか提案するってんだったら、まあこんなのことどうみたいな。そう。えっと、 まあ、長岡ばっかじゃないんだけどさ、長岡ばっかじゃないと思うんだけど、長岡も、えっと、セルフプロデュースみたいな、えっと、ご当地アイドル、ほんとちっちゃいちっちゃいご当地アイドルとか、ご当地依頼、あの、戦隊とか、いるわけよ。そう。まあ、企業が提案したのか、まあ、個人で始めたのかわかんないけど、まあ、そういった、あの、セルフプロデュースみたいな、えっと、プロダクションっぽいことだって ことを彼女がやったらどうかなっていう提案をしようと思うの。まあね、<laughs> じゃあ私がどこに絡むかって言ったら、まあ、あの、私はさ、歌う、ギターは下手くそよ。ギター好きだけどギター、ギター弾くの大好きだけども、ギター下手くそ。ギターは人前じゃ弾けないけども、まあ、あの、ノリノリになると何でもできちゃうところがあるから、そう。 そうね、うんと、ダンスとか、歌とか、人前で披露したいなっていうふうの思ってるの。で、まあ、私的には、こん、私の妄想だよ。全然まだ誰にも言ってない。本当今日、あの、お仕事しながら、そんな妄想を、グワーって妄想してただけで、まあ、具体的なものは何もないんだけど、えっと、多分ね、に、長岡にも、あの、うんと、 あの、男性の体だけども、まあ、女装でも、あの、まあ、女装っていうか、あの、えっと、今だったら男の子とか言うけども、まあ、まあ、あの、わかりやすく言うよ。わかりやすく、あの、女装するのが好きな人っているはず。うん。そう。で、あの、うんと、女装し、あの、うんと、ゲイだけども女装して、あの、男の人とエッチするのが好きって人もいるはず。 そ,うそこら辺はね結構いろんな分類があるからあのうんとあんまり突っ込まないでね <laughs> まるっと私私自身は私自身はゲイじゃないし私自身はゲイじゃないし私はえっと体は男だけどハートは女の子よそう女の子そうでも男っぽいかなり男っぽい女の子 <laughs> だから私はゲイじゃない。 そうだから私が男の子好きになるのはまあ当たり前のこと、うん、あの全然違和感はないただ私の体に問題があるだけそうただそうじゃなくて、えっと、心は心も男でも女の子の服を着るのが好きっていう人は、えっと、女装好きが好きだっていうふうに言ってもいいのかもしれないまあさ、うん、でまあゲイ男の子が好きでゲイなんだけどもあのうん、と 男の人に抱かれる抱かれるてか男の人に好かれたい好かれるために女装してるって人もいるわけそう本当単純に自分のスペースを挟んで女装してるっていう人もあの女装してるってい人もいて女装してる人イコール全員あの男の人が好きかって、まあ、そんなこともないわけよそうまあそれはどうでもいいけれどもあの身体的な特徴が男性であと女の子の服を を着ている。うん。まあ、そう、そういえば私も入るよね。<laughs> そういえば私も入る。で、まあ、あの、うんと、あの、ゲイの人だろうが、あの、うんと、普通の人でもいいけども、まあ、あの、男性の体で女性の服を着るのが好きっていう人たちだけを集めて、あの、ユニットを組む。ダンスと歌うユニットを組むっていうのも面白そうだなって私は思ってるのね。うん。 もちろんプロ、プロのね、あの、ニューハーフの世界、今、ニューハーフって言うのかな <laughs> ちょっと言葉はもう、今もうちょっとわかんないけど。私の世代はニューハーフって言われてたからね、うん。今はちょっと違うかもしんない。そう。トランスジェンダーの方が合ってるのかな、うん、でもトランスジェンダーの子とニューハーフの子ってまたちょっと違うんだよね。今はもうごっちゃになってるのかもしんないけど。うん。そう。で、まあ、えっ、ー、と。 まあそういったユニットもいいかもしれないし、逆に、あの、女の子だけど、男の子、不女子不女子不女子でいいのかなまあ、ちょっと違うかもしれない。まあそういった、あの、逆パターンがあってもいいよね。うん。そう。そんな、あの、ちょっと、あの、異次元チックな人たちのユニットをやりたいな。そう。うん。そういうのを、 やれない一緒にみたいな感じの提案をしたいなと思ってるんだ。そう。まあ、その中でね、うんと、大きいダンスのイベントをしようとか、まあ、そういうことだったらまだ違う話になっていくけど、そう。まあ、そうやって、あの、うんと、なかなか、なかなか、あの、うんと、人前で披露することがないような、ちょっと、あの、うんと、ドラッグクイーン、ドラッグクイーンみたいなのもいいよね。そう。<laughs> ドラッグ クイーンとトランスジェンダーとニューハーフがじゃどれがどうかって言ったら、まあ、なかなかそれも難しい話でさ、うん、ニューハーフと,あの、うん、とドラッグクイーンはまあまあまあ大体親戚みたいなもんだよそうちょっとあの見せ方の方向性が違うだけ <laughs> そう、うん、でもトランスジェンダーと、えっと、ドラッグクイーンと、えっと、ニューハーフは あのまた全然違う <laughs> まあ、そこら辺興味がある人は自分でググってください <laughs> 多分ね当事者たちもよくわからないと思うよ <laughs> そうまあそんなわけでえっとそう言ったあのうと、ん、彼女とはしたまあそういったちょっとあのダンスと音楽 歌をね、ミックスしたユニットで何かしたいんだよね、なんて話を、まあ、して、明日はしてみようかなと思ってます。はい。私ね、歌が上手いかどうかって言ったら、ちょっとわからない。<laughs> あのね、私が歌ってるのを聞いた人は、あの、えっと、原曲と違くなるよねってよく言われる。そう。私がね、多分ね、あの、うんと、 元音源をガンガン聴いて音楽を覚えるんじゃなくて、カラオケでガンガン歌って歌、覚える、うようなパターンが多いわけよ。そう。まあ、自分でお店やってた時もそうで、人に、あの、人が歌ってるのを聴いて、自分でも歌って覚えるみたいなのが多くて、まあ、自分で歌ってるうちに、あの、ドッグジャーレンジになっちゃうんだね。<laughs> だから、なんか、あの、よっぽど、あの、何度も何度も,もね、あの、かかりしっ頃から聴いてるような曲だったら、まあまあ、あの、原、 原曲の感じで歌ってるかもしれないけどえっと、後から人が聞いたのを聞きながら自分で歌って覚えたような曲は、なんかほんとね、なんかもう、もう、その曲は、もう、マコアレンジだよっていうような感じの曲になるみたい。<laughs> だからまあ、どっかでね、あの、歌声フィオロすることもあるかもしれないので、その時はまた楽しみにしててください。そんなわけで、えっと、明日、明日、彼女と会う時にドン、どん。 会うっていうお話をしていた、彼女というか、まあ友達と会うときに、まあこんな趣旨で会いたいんだというお話を今日はしてきました。はい。まあ、こんな話をして、まあタイトル、このサムネどうしようと思うんだけども、うん。<laughs> まあ思い切って。 そう私に会うにはテレパシーしかないみたいな感じにするかもしれないし、また全然なんか話した内容とかなり、かなりあのニアミスっぽいあのタイトルになるかもしれないんですが、またね、タイトルはタイトルであの楽しんでつけてるのでたの、皆さんも楽しみにしててください。まあ、そんなわけでね、今日の M キャストは、えっと、よろっと終わりにしたいと思います。はい。で、えっとね、この配信自体は今ね、えっと、 と、10時配信っていう風に、ま、作ってるんだけど、もしかしたら、あこれ配信分、この配信分からちょっと時間を変更してるかもしれません。まあ、そんなわけで、えっ、ー、と、まあ、この、ね、m キャスト今週もなんとか、なんとかスタートを切ることができましたで。今日のアウトプットが止まってるのに、m キャストも止めるわけいかないと思ってて、頑張ってます。そんなわけで、また明日。まあ、明日はね、多分、 あの、彼女と会ってどんな話をしたかみたいな話になると思いますが、<laughs> あま余計なことを喋ってあの余計なあの仕事を増やさないように気をつけたいと思います。そんなわけで、また明日。バイバイ。まこねえでした。